はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、またこれですね、鬼滅の刃のね、第6弾をね、紹介したいと思います。もうね、もう鬼滅の刃ももうね、6回目になりました。やっぱね、もういつやってもね、すぐ売り切れますね。はい、そんな感じでね、どんどんね、出していきたいと思います。で、今回の商品ですね、紹介していきたいと思います。はい、今回の商品ですね、まず、これです。はい、こんなやつね、中に綿が入ってます。そういうね、ミニクッションっていうんですかね、ミニクッションのキーホルダーでございます。こんなんとかね、サビとくんね、しのぶさんで、はい、煉獄さんですね。で、みつりさんですね。で、いのすけですね。ねずこさんですね。はい、こんな感じです。で、次がこれですね。これ第5弾の時もね、ありましたけど、その時はね、この2つだったんですけど、今回はね、これに加えてこれです。炭治郎とね、善逸が加わりました。あと4つですよね、今回。はい、4つです。手がね、ちょっと乾燥して申し訳ないんですけど、はい、バッチですね。次はバッチがね、またいっぱいありますね。今回ね、またバッジがつくんで、当たりの数がね、多いです。あとちょっとこれ違うんですけど、こういうやつもあったり、はい、そんな感じですかね。で、中あたりですかね、中あたりがこれですね、クッションカバーです。これね、可愛いですよね、すごいね。このなんかハテナってなってますけど、こういうやつです。で、こっちもですね、こっちも中あたりのクッションカバーです。これかっこいいですよね、義勇さん。で、こっちですね、この炭治郎のぬいぐるみクッション、でかいやつですね、これも入ってます。で、ラストワンですね。はい、今日の子供六法です。刑事訴訟法は犯罪の捜査と裁判のためのルール。罪を犯したと疑われている人の権利も守るよ。こいつ猿だぞ、猿は嫌いだ、死刑にしよう。そんな、ちょっと待った。犯罪が起きて犯人が逮捕され、取り調べを受け、裁判を受けて判決が出るという場面はニュースやドラマでよく見ますよね。刑事訴訟法にはそのやり方が細かく決められています。刑事訴訟法の目的は国民の基本的人権を守りながら、証拠により真実を発見して本当に犯罪をした人だけに刑罰を与えることです。はい、そしてね、ラストワンがこれです。
これを見て分かりますでしょうか。これはですね、これはですね、これなんですよね。すごい、この伊之助のね、かぶり物です。ちゃんとした毛がついてるんで、もうね、獣感が増してますけど、これがね、ラストワンでございます。はい、じゃあ今からね、この台紙の方にね、貼っていきたいと思います。はい、今全部貼り終わりました。はい、今回はあの予告なしで始めるんで、いろんな人がね、多分できるんじゃないでしょうか。で、鬼滅はだいたい土日でね、開催するようにしてますんで、はい、覗いてみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じでね、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。